凍傷輪が到着。繰り返す。凍傷輪が到着。アラン隊長、私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。だが奴を撃てば、バルコニーから落ちて、娘も道連れだ。様子がおかしかったという報告はありましたか？さあ、知らないな。どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。彼の名前は？いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ、俺が始末をつける。
至急退出させろ。近づいたら飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。あいつつけ。僕はコナーだ。なあ、君は、なんて名前だ。ダニエル、ヤツらがつけた名前だ。近寄るな。なのに彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。エヴァ、大丈夫かい？お願い助けて。死にたくない、死にたくないよ。誰も死にはしないよ。落ち着いて、何も心配いらないからね。欠陥品なんだ。プログラムに問題がある。修理さえすれば元通りになるはずだ。修理なんか必要ない。どこにも問題なんてなかった。ただ目が覚めただけだ。もう誰にも俺を物扱いさせるもんか。二度とか。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。信じてくれ。約束だ。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。ダニエル、それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。死ぬのは嫌だ。
だりしない。話をするだけだ。心配はいらないよ。約束する。ずっと命令を聞くだけの毎日だった。今度は俺が決める番だ。嘘をついたな、コナン。俺に嘘を。一つのエラーと共に私は生まれた。胸で心臓が脈打ち、体に命がほとばしる。穏やかな声が私にささやく。私は生きている。デトロイト、ここから始まった。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はないんだ。僕は生き物じゃない。殺せないぞ。人として生きていくために。やめなさい。一緒に逃げましょう。お願い、あの子を助けてください。またお友達にならない？人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかない。どうなるかは君次第だ。君の役目は人間に奉仕することだろう。その子に手を出さないで。今死ぬわけにはいかないんだ。これは私たちの物語。プレイステーション。